田代冬彦は日本のテレビプロデューサー。TBS ホールディングス執行役員、東通り代表取締役社長。神奈川県小田原市生まれ、東京大学文学部フランス文学科卒業。元妻は女優の秋野陽子。1977年4月、東京大学文学部フランス文学科卒業後、TBS に入社。入社後はバラエティ、ドラマ等で、 数多くの番組を手掛ける。チーフプロデューサー、編成局宣伝部長、編成局長、TBS テレビの取締役執行役員、編成制作本部副本部長兼制作局長、TBSHD 執行役員兼、TBS ビジョン代表取締役社長を経て、現在は TBSHD 執行役員グループ、経営企画局付け、 県東通り代表取締役社長。1983年に女優の秋野陽子と結婚。一条儲けたが2001年に離婚。その後2002年に一般人女性と再婚。ドラマパパはニュースキャスターで鏡龍太郎から担当番組のあまりの定続ぶりに出席される編成部員の役で出演している。佐野史郎とは田代が 学生時代在籍していた、シェイクスピアシアター時代からの友人。ドラマ、ずっとあなたが好きだったで、佐野が演じ、冬彦さん現象として一大ブームになった、冬彦の名前は、同ドラマのプロデューサーだった、木島誠一郎が、田代の名前から名付けたもの。ありがとうございます。